グアノシン三ン酸は、生物体内に存在するヌクレオチドである。正式名は、グアノシンマイナス5マイナス三酸。普通は略称 GTP で呼ばれる。分子量523.18。グアノシン二ン酸からアデノシン三ン酸のリン酸を、需要して生合成される。類似した構造を持つ ATP が、生物体内で、 高エネルギーリン酸結合のエネルギーを利用して様々な生合成や輸送、運動などの反応に用いられるのに対し GTP は主として細胞内シグナル伝達やタンパク質の機能の調節に用いられる。生合成反応では RNA 合成やその他ヌクレオチドの合成に用いられる。その他に多糖の生合成では中間産物である GDP 等の合成に用いられる。また、動物のクエン酸回路では、スクシニル CON 合成のエネルギー源、オキサロサク酸から、ホスホエノールピルビン酸の合成での、リン酸共用体として機能する。GTP 結合タンパク質としては次のようなものが、知られる。これらは、各機能の1サイクルごとに、GTP1 分子と結合し、g d p に 加水分解した後帰りする。ありがとうございます。